どうもお疲れ様です。今日はね、一口食べちゃったんですけども、セブンイレブンのこのふんわりメロンパンをちょっと食べてみようかと思いますね。あのウグイスパンなかったんですいません。メロンパンなんですけども、あの私がね主に食べていたのが30年前、まだ大学に在学中だった時ですけども、当時もね100円前後だったと思うんですよ。まあ当時はデフレの真っ只中だったと思いますけども、で今でもねこの同じようなメロンパンが似たような価格で食べれるっていうのは奇跡ですね。30年経ってもほとんど値上がりが起きてないということでございます。30年ですよ。その代わり賃金もほとんど変わってません。つまりは止まったままの30年っていうことができるんじゃないかなと思いますね。いただきます。値上がりしたのは消費税だけですよ。インボイスは絶対反対。消費税は廃止。消費税は廃止。消費税みたいなのはね、戦後最大の欠陥税制です。消費税を上げるのに担当の方はかなり苦労されたらしいですね。無駄な努力ですよ。もっとねまともなことに神経注いでください。消費税そのものが悪税なんですから。泥棒税です。ピンハネ税。FC2 の高橋さんがなんか喧嘩出してますね。ガーシーいただきに包囲、高橋氏が警告、しっぺ返しを食う人も出てくる。弱ってると思ってこれを機に叩きまくってる人は控えた方がいいかも。いろんな人が予想している通り彼を対処するのはかなり難しい。ガーシーは国際指名手配でパスポートが失効したとしてもドバイでゴールデンビザを取得しているため捜査の手が及ぶ可能性は低い。海外から今まで以上に活動し影響力を増してしっぺ返しを食う人も出てくるんちゃうかなと。確かにね、 FC2 の高橋さんも権力によって潰されちゃった人ですよね。ほんと縦にも横にもならんような日々ですよ。メロンパンいただきました。ありがとうございます。